今日この壇上で東京のバスエチームと2人でバラコンになりましたが、こういう光景を初めての実はことでありまして、やはりこれもこの事業の大きさというものをなんか改めて実感する次第であります。今日はまさに歴史的な日でありますが、私にとっても歴史的な日となりました。実は知事になって3年3ヶ月が経ちましたが、これまで私にはレジェンドがありました。ただの一度もこの公務で外での催しで雨に降られたことがなかったんです。それが今日はついにレジェンドが崩れる日がやってまいりました。しかしまあそれだけ私にとっても思い出深い今日は日になったなと思う次第であります。さてこの相模縦貫道、これはもうすぐ全通いたします。それに向かってどん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 今神奈川の経済のエンジンが回り始めている、そんなところであります。この相模ロボット産業特区、これもどん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 今軌道に乗りつつあります。そしてこの道路がつながったということによって、これからはこの神奈川県の海、これは最大の観光資源になるぞということで、神奈川は今 C プロジェクトということで、海がない県の皆さんはどん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 来てください、この道路を使ってどんどん来てくださいと準備を着々と進めております。そしてこの神奈川県全域、そして東京都の九州一体となって、東京圏や国家戦略トップ、これをしっかりとエンジン回してまいります。これが日本をどん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 元気にしていく大きなきっかけの道路となる、そんなスタートということであります。皆さんと共にこれから日本をさらに元気にしていきましょう。本日はおめでとうございました。